何がいい？見えない。見えない。メガネ。メガネしてるじゃん。だからパワーをオフしたい。ああ。いつもなアイスカプチーノ。あ、いいね。あったかいのがいい、冷たいのがいい。アイスカプチーノを入れてるのみたいな。ホットアイスカプチーノじゃなくて大丈夫？温かいのやつで氷入れる。うん、氷入れてるやつを温める。適度になる。コーヒー飲みたいんでしょ。何ラドゥ、韓国でラドゥ。日本語喋ってもらっていいですか。私ラドゥ、英語言ってもタイのハサムラテじゃないでラドゥ。どういう意味？ラテ、ラテ、ね、ラドゥ。カペチーノはカプチーノね。じゃあオーダーして。コメダコーヒーってできるんですか？コメダコーヒーミャンマーに。あ、なんかでもそういう話ありました、ね、なんかずっとちょろちょろできるだのできないだの。確かに確かに。マジルやる。私はずっと楽しみに待っているんですよ、コメダコーヒー。なんだかんだ。コーヒーとニバサだね。社長、アメリカのカプチーノとラテはどニバサ？20%。カセット、そんなに引き出し方あると思って。刻むな。タックスにもならねえと思って。あの温かいの方は 20% で。冷たいのダメなの？冷たいの使うね。冷たいの味のだけ冷たい。ユズ。リモティーだね。ああ。いいじゃん。まあいいよ別にいいな。まあ、好きなのにして。お前ファイナル。カプチーノ、カプチーノ、おまさえなのかな？ママは？アメリカ、アメリカの食べな？社長はじゃあユーズスパークリングアイスティー。これあれだね、ミャンマー語を勉強している日本人の会話の練習だね。何を頼みますか？普通のサイズですか？暖かいですか？冷たいですか？でも分かる。分かる分かる。でも難しい。チップ。お釣りここに入れて。お釣り入れて。ここに？うん、誰の？チップ。お店のため。知らないのだ。そのより。じゃあ。何じゃあ。でじゃあこれをこれをじゃあって。分かんない。あ、チャリティープログラムだね。うん。行きはいいぞ。こっちの方がいいんじゃない？そうね。こっちの方がいい。あんなは。これはその GY、あの GJC ね、グレープクロリアジェットコーヒーがやってるチャリティープログラム。聞いてる？聞いてる？はい。やるのは
ね、お金をこのにいるの、そういうような場所にどれでしょう。なるほどね。あー、そういう感じなんだ。でも女の子はほら、パーティーしたいでしょ、みんな。そうね、他の人はね。そうだ、でも夜はディナー友達とか。あ、それぐらいだね。もう楽しくなるよ、それね。大きなじゃなくて、ちっちゃい友達だけ。ビルやで、ビルだ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 。知り合い少しだけでいい。友達じゃなくて私の知り合い。お父さんからも多いでしょ。そうだね、いっぱいになっちゃうから。いっぱいから。すごいな。この前何だろう。ロッテリア。そうだね、ロッテリアもそうだし。ロテリアあ、KFC だ。ごめんごめん。その左のこのファーストイメージ。お色やだ。あ、よかったよ。安い。あ、これ似合うかな。似合うだよ。ちっちゃすぎるな。これ犬に、犬に。いや、犬にあげるもの。あ、本当だ。いけてる。なんでこういう色が多いんだろう。ただ、これを前で出せる。うん、それ、今、あんなに。あんなに。ちっちゃいな、じゃじゃ。多分、切れないんじゃないかな。かわいいね。前の店より安いね。2200円。ザラだよ。ザラ。あ、本当だ。ザラとかです。こういうところ掘り出し物あるから結構好きなんですね。でしょ。と思って。いくら？2000とか3000とかで。あ、それは違うか。あ、色好きそうやな。それ。私男みたいかな、これ。なんで？似合ってるよ。この色は私にでダメ。あ、そうなの。あ、明るいからね。本当にいいですね。でも大丈夫だと思うよ、これ。違う、あれ、汚、すぐ汚くなる。汚れちゃったとか。ちょっと待って、私出てる。あ、そうそう。あれ、首の周り？うん。今はこういう風にだよ。ママ、何それ？手だろ？でもこれあるから大丈夫。同じこれで大丈夫。あ、そうなんだ。ざっくり。ダメ、穴では。大きすぎるんだ。大きい。32の方がいい。これ34だよ。それ首だけ太ってる人だったら難しい。次はいくち？ピンクかな。どこから？この色前にないね。いいね。ああ、いい色じゃん、それ。涼しい。これ買っちゃおうかな。買う？7000だって。何買うやん。ちっちゃい。手入ってる。あ、いいね。これいいね。私こういう風に好き。ね、それ買う？いくら？この色もいい。あ、そっちもいいな。これより色甘いね。少ないよね。ミャンマーじゃ珍しい。あんな顔一緒に。これズボンに似合う。私より綺麗になっちゃうからダメなんです。この色で本当の愛を語り始める。何言ってるの。分からないな。ずっと毎日愛語で言う。愛を説明してくれてる。本当の愛とは。私今だけ言うの。ずっと誰が誰か。本当に綺麗な女の子は、私お金持ってるので色ガム買っちゃう。本当に毎日って愛はね、暑い時もね、電話長いから、ね。